山本浩二は、広島県広島市西区出身の元プロ野球選手、監督。本名及び旧登録名は、山本浩二。2014年より、日本プロ野球名球会理事長を務め、並行して、野球解説者として活動している。ミスター・アカヘルの愛称で知られ、現役時代は、広島東洋カープのスター選手として活躍し、引退後は、広島監督を二度務め、 日本代表監督も務めた。NPB 史上大卒で500本塁打を達成した唯一の人物であり、セリーグ初の外野手部門のダイヤモンドグラブ賞を受賞し、セリーグ最多記録となるダイヤモンドグラブ賞を10回受賞している。日本代表監督としては2013年のワールドベースボールクラシックでベスト4まで導いた。父は軍人で母と 兄二人と姉は広島原爆10日にあって被爆しており、本人は被爆二世である。子供の頃、父に連れられ、当時の広島カープの本拠地、広島県営球場へ、大高は対岸から渡し船で何度も通った。この時代の広島の主力選手であった、エースピッチャー、長谷川良平、4番、小鶴誠、伊田天、金山二郎に憧れ、これらを、 全部足した選手になりたいと夢見て野球に打ち込んだ。自分自身の力で甲子園へ行くため、また大学進学を視野に入れた家族の意向もあって、野球では全くの無名である広島県立初海地高等学校に進学した。入学入部と同時にエース4番打者となる。3年時には首相として夏の甲子園県予選に臨み、 もう少しで甲子園に手が届くところまで勝ち進んだが、準決勝で AS 川本和明を擁する、強豪校の高陵高等学校に17安打を打たれ1から9で敗北した。評判を人づてに聞いた南海ホークスの鶴岡、和人監督の目に留まり、鶴岡から今プロに入っても通用しないと、大学進学を進められ、高校卒業後は、 法政大学文学部英文学科に進学した。鶴岡は後年、当時の山本について、当主としてはともかく、打撃には非凡なものを感じたと語っている。当主として、法大やキューブに入部したが、一年生部員だけで50人いた、当時の法大では対等できず、すぐにエリートコースに入った、田淵光一と違って、富田勝桑原秀則らと共に一般部員の立場に、 甘んじていた。2年時、山中正岳の入部をきっかけに外野にコンバートされ、松永霊一監督に個人特訓を受けて打撃の才能が開花し、クリーンナップに抜擢された。以降の山本は、田淵富田とともに、法政三馬が嵐の異名をとり、法政黄金時代を築き上げる大きな原動力となった。東京六大学野球リーグでは在学中3度の リーグ優勝を経験。1968年の全日本大学野球選手権大会では決勝で駒台を下し優勝。リーグ通算で65試合出場、229、打数67安打、打率、293、8本塁打、30打点の成績を残し、ベストインを2回獲得した。山本は地元、広島カープに入ることを熱望した。 それまで広島は創設19年で A クラスは1回、B クラス18回の弱小球団であったが、未だ優勝したことのない地元球団を優勝させることを夢としていた。プロ入りを不安視する家族の心配があったこともあり、もし広島以外に指名されれば断り、場合によってはサラリーマンとしての人生も考えていたという。1968年のドラフト1位で、 予備抽選2番目の広島東洋カープに指名され入団した。入団当初の背番号は27だった。1969年4月12日の開幕戦で6番打者、中堅守として先発出場。その後もレギュラーとして起用され、8月からはクリーンナップを任される。同年は規定打席にも達した。1970年は3番。 1971年は、主に5番、1972年は1番や5番に、起用され、5月11日の中日ドラゴンズ戦では、名優である、星野瀬日から、サヨナラヒットを打っている。根本六雄監督、関根純造打撃コーチ、上田理事コーチ、広岡達郎内野守備コーチらの指導により、徐々に成長を見せる。1971年より、 山内和弘の引退で背番号8を譲り受けて現役引退まで着用した。1974年には主に3番で起用され、打率275、28本塁打、74打点という好成績を残した。8月27日のヤクルト戦では浅野刑事から自身初のサヨナラ本塁打を打っている。同年シーズンオフ、生命判断で、 工事という名前は勝負時に向かないと言われたので名前を工事から工事に変更した。1975年6月下旬から4番に定着し、オールスターゲーム第1戦ではセリーグの3番として4番大阪春、5番田淵とクリーンアップを組み、6番に入った絹笠義夫と共に2打席連続アベック本塁打を放った。シーズンを通して好調を維持し、 初の打撃タイトルとなる、首位打者を獲得した。打率、319、30本塁打、84打点、24盗塁という、自己最高の成績を記録し、自身初のシーズン打率3割とシーズン30、本塁打を達成し、チーム初優勝に大きく貢献するとともに、シーズン MVP に輝いた。1976年は低迷するが、 1977年に、大貞治に次いで、それぞれリーグ2位の44本塁打、113打点の成績を残し、同年から5年連続40本塁打を記録している。この記録を持つのは、大と山本のみである。10月9日の阪神戦では、かつての同僚である、兄や総八から、サヨナラ本塁打を放っている。1978年、44本塁打で、 自身初、球団史上初となる本類打王に輝き、リーグ2位の112打点を記録する。この本類打王獲得で、王貞治は1976年から再び、返り咲いた本類打王のタイトル獲得が、2年連続でストップすることとなった。翌1979年は5月まで打率が、230台に低迷するなどスランプに陥ったが、 妻の支えもあって6月以降は復調した。同年はリーグ2位の42本塁打を残し、113打点で自身初、球団史上初の打点王を獲得した。1980年も44本塁打、112打点で2冠を獲得して、打率もリーグ3位の336を記録し、得点、塁打、支給、長打率、出塁率のすべてで、 リーグトップの成績となった。二度目の MVP にも選ばれたほか、絹笠義夫との500本塁打コンビは YK 法と呼ばれ、大阪春と長島茂雄のコンビの ON 法に次ぐ、日本プロ野球歴代2位の86本のアベック本塁打を打っている。1981年も43本塁打、103打点で2年連続の2冠を手にした。 1983年、長島清幸と山崎隆造が対等してきたこともあり、左翼手にコンバートされた。4月30日の阪神戦ではサイクルアンダを記録した。6月17日の中日戦で牛島和彦、7月5日のヤクルト戦で黒田真嗣からサヨナラ本塁打を打っている。最終的にリーグ4位の打率、316を残し、 大島康則と並ぶ36本塁打で、自身4度目の本塁打王を獲得した。1984年からは、打撃コーチを兼任し、5月5日の巨人戦で4回、表、牧原博美から左前打を打ち、通算2000安打を達成した。4度目の優勝を決めた10月4日の対応戦では、0から2で迎えた6回虫1三塁で、 関根弘氏から逆転で決勝点となる3ランを打った。阪急との日本シリーズでは、第1戦三3回裏に、山田久志から、同点的時打、第3戦二2回表に、佐藤義則から、先制ソロ。第4戦九9回表に、山田から、決勝的時打を打ち、日本一に貢献した。同年オフ、王貞春を抜いて、9回最高額となる年俸8500万円で、 契約を公開した。1985年7月26日の中日戦で杉本忠から本塁打を打ち、通算500本塁打を達成し、同年には通算200盗塁も達成している。同年限りで監督を退任した小畑氏から、工事、監督やれ。プレイングマネージャーでもいいから、いきなり監督でもいい。ヘッドコーチをつければいいと言われたが、 山本は現役に関わり、阿南淳道が監督に就任した。1986年、リーグ優勝を花道に40歳で現役引退した。9月11日の中日戦の11回裏に、杉本正からサヨナラ本塁打を打ち、39歳10ヶ月は、球団最年長記録でもある。チームは130試合制の129試合目に、リーグ優勝を決め、 日本シリーズ一戦目に東を治むから同点本塁打を打つも、これが現役最後の本塁打になった。日本シリーズは史上初となる第8戦まで行われ、結果西部に敗れたものの、広島ンから赤別の胴上げをされ、広島市民球場は万来の工事コールに包まれた。翌日の引退会見の際、涙ながらに山本工事は幸せな男ですと述べた。 1987年4月5日の近鉄とのオープン戦が引退試合として行われた。来場者にはメッセージカードが配布され、4番、中堅守で出場しに出す1アンダーで、試合終了のセレモニーでの挨拶では会見での言葉に付け加える形で、広島に生まれ、カープに育てられました。山本孝二は、幸せ者でしたと述べた。 大学出身者での通算536本塁打は日本最多記録である。山本の功績を称え、背番号8は広島球団史上初の永久欠番となった。引退後は1987年から1988年まで NHK 解説者、日刊スポーツ評論家を経て、1989年から古巣広島の監督に就任した。 契約は5年契約で、ヘッドコーチに大下武史、投手コーチに池谷光二郎、打撃コーチに水谷実王を招聘した。1989年、1990年はリーグ2位で、1991年にはリーグ優勝し、日本シリーズでは西部に3勝4敗で敗れた。1992年は10年ぶりの B クラスとなる4位に終わり、 1993年にはリーグワーストタイのサヨナラ負け14回を記録し、19年ぶりの再会に終わり、同年限りで辞任した。1994年から2000年まで日本テレビ、広島テレビ解説者を務めたが、球団に要請され、2001年から再び広島の監督に就任した。第二次監督在任中は一度も、 A クラスになることがなく、2005年に成績不振を受け、辞任した。監督時代の第1期では、前田智則や大型浩一、江藤聡など、第2期には、荒井貴弘や島敦信、栗原健太を打線の主力として育成した。監督退任後の2006年より、日本テレビ、広島テレビ解説者に復帰した。2007年、 星野千一日本代表監督のもと、北京オリンピック野球日本代表チームの守備、総類コーチに就任したが、結果は4位に終わった。2008年に野球殿堂入り、2010年より日本プロ野球迷宮回復会長に就任し、2014年より理事長についている。2012年10月10日に、サムライジャパンマッチ2012、 日本代表 VS キューバ代表から野球日本代表監督を務めると発表され、11月13日、背番号が88となったことが発表された。当主総合コーチには東尾治を起用した。2013年3月に開催された第3回、WBC では過去3回中最高の成績で、 決勝ラウンドまで通過するも、準決勝のプエルトリコ戦に1対3で敗北し、優勝を逃した。また、8回裏の重投失敗に関しては、内野守備総類コーチを務めた高城信弘によると、グリーンライトのサインが出ているとは言え行かせると山本に、念を押したのは自分であるとし、山本は会見で、グリーンライトのサインを送り走らせたことは間違ってない。悔いはないと述べた。 高城は、スタッフの責任も、選手のミスも、そのすべてを背負い込んでくれたと、実著で表している。2019年春先に体調を崩し、長期休養に入った。2020年に、旧友の田淵が、野球殿堂入りし、1月18日に行われた、放題 OB 会にて、田淵は、今朝電話にて話して、現在は体重こそ減ったが、 現在30から40分くらいの散歩をしているそう。もしかしたら4月から解説に復帰すると山本の状況を語っている。2020年2月7日、日本テレビ解説者として宮崎市の巨人キャンプ視察に訪れた際に山本自身が記者団の取材に応じて前年に膀胱癌と肺癌を患って手術したことを明らかにした。復帰とともに日本テレビ、 広島テレビの野球解説者として活動している。現役時代は、投手の配球を読むのがうまく、読みの工事とも呼ばれた。大抵の打者は、ネクストバッターズサークルで素振りをして、相手投手にタイミングを合わせることが多いが、山本は素振りは全く行わず、片膝をついて微動だにせず、投手の癖をじっくり観察した。入団したばかりの川口和久が、 投球練習をしているのを数球ほど眺めていた山本はすぐにストレートとカーブを放る際の川口の癖を見抜き投球前からまっすぐとカーブを言い当てている外野手としても302守備機械連続無失策のセリーグ記録を樹立広い守備範囲と放題1年までは投手だったこともあり強剣も武器だったのんびり屋の性格で後に妻になる京子が神宮球場に 憧れの山本本人を見に来ているのを見ながら、あれ、誰の、彼女じゃろうか、と感じていたほどのんきであったという。また、プロポーズの言葉は、両親に会ってくれだったと述べている。現役時代、大沢春、田淵孝一、星野千一、平松正二、松岡博士と共に、細川隆の、六つの星という歌にバックコーラスで参加したことがある。広島選手時代に、 同性選手が不在だったシーズンは、山本和義引退直後の1976年のみ。現役時代の移動時に着用していた黒スーツ、パンチパーマなど、絹笠義を、江夏豊からと新幹線のホームに立つと迫力があった。当時のプロ野球選手の私服は、こうした、ヤクザ風のものが主流であり、ネズミ先輩も自身のパンチパーマにヤクザ風の、スーツファッションは、 現役時代の山本と木の傘を意識したものと話している。山崎エイトドーナツの袋に描かれている野球選手のモデルは山本である。現在、球場でファンが選手の名前で大声援することをコールと呼ばれているが、これは山本がミスターアカヘルとしてチームを引っ張るようになってから打席に立つたびに、工事、工事、 というファンからの大声援が起こるようになり、マスコミがそれを、工事コールと名付けて広めたためである、と言われている。また、トランペットなどの楽器による応援は、山本の打席で行われたのが最初だと言われている。山本は辞書で、自身の応援歌を、コンバットマーチであるとしている。応援歌の歌詞は、飛ばせ工事、大空高くであるが、前半の、飛ばせ工事の部分が、 早稲田大学のコンバットマーチのメロディである。現役引退後の1999年6月27日の巨人戦にて、かつて広島に在籍した近所をはじめたいの始球式で打席に立ったところ、初球の投球を振らずに見送った上に2球目を左翼席への本塁打にしたことがある。打った本人は大喜びしていたが、当時の立川明豊監督は、唖然としていた。 2007年、オリンピック野球日本代表守備走塁コーチに就任し、三塁ベースコーチを務めた。経験のない三塁ベースコーチを務めることに不安視する声に対し、俺は現役時代守備や走塁に人一,一倍気をつけてきたと言い,い、500本以上本塁打を打っている選手で守備や走塁を教えることができるのは俺だけじゃないかと不安説を一周した。 大学の同期である、田淵光一、六大学リーグで何度となく対戦した、星野瀬日とは、大学時代から同学年の親友として有名である。大学入学後、田淵が山本に、東京の案内をしたのがきっかけで二人が仲良くなった。あと、あまりに二人が、仲がいいので大学は違うが星野が焼いて入ってきたと、いう。原津則とは、講師で信仰があり、彼からは、 僕の大好きな先輩の一人でヒーローだと称賛されている。野球解説者としての出演ドラマ映画、バラエティラジオ CM。ありがとうございます。